宮本です。これはレフトにノースリーから打っていきました。二村来ましたと、はい、落合選手につきましてはね、もう向こうもこっちも知り尽くしているから、それよりも伝統のこの中日巨人戦、はい、やはりジャイアンツを叩くことですと試合前話しました、はい、ああそうですか、わかりました。総宮アナウンサーの情報です。このね、西本さんならもうちょっと見ますか。これだけ直線的にねボール来てるんですからね、はい、いかにの立浪が6試合連続のヒットを打ったんですが、金田が強行して463のゲッツー、2アウトランナーなしからジェームズ、そしてパウエルと連続フォアボールで、そのフォアボールが痛かったですね、はい、ベンチの長嶋監督です。これもちょっとボール臭い感じでありますが、いけるんじゃないですかね、はい、フルカウントです。これは入りました。ちょっと高めのカーブでありますが、見逃しの三振でワンアウト。今度の場合はそうですね、それとね、私はね、はい、中日がいい成績で、シーズン、抜かれた、取るのかと思ったら抜かれた、最後は2位が最後に回った、三塁打であります。当たりは痛烈でありましたが、松井は一瞬構えました。もう一度ご覧いただきます。ちょっと詰まった感じで右中間、松井です。あれ走ることは走ったですけれども、はい、しかし今のは取らなきゃいけないですね、決して守備は上手な方じゃありませんけれども、今のは追いついてましたね。あ、サードへ行くとは思ってなかったんじゃないですか、ね、そうですか、でしょうね、どうもジャイアンツに油断がありますね。まさかサードへ行ってるとは思ってなかったですね、はい、だから周りのその騒いでもフォローは足りないですね、はい、さあ内野は前進守備です。バックホームに備えます。2点リードしておりますドラゴンズの攻撃で、バッターボックスは彦野、チャンスに強いバッターです。強いゴロなら抜けます。サードが前進して、二村ね、はい、全然中立と守りが逆になる、逆になりましたね、何かこの試合にかけるドラゴンの執念みたいなものがこの試合はここまで出ております。去年は堀道監督です、ジャイアンツは強いですねと言っておりました。とにかく山本正弘が序盤を抑えてほしいとこう言っておりました。ワンアウトでランナーが三塁で、ジャイアンツの内野は前進守備、ノーツー、相変わらずボールの親ノーツリーになりました。もう言うことを聞いてくれないですよね。そうですね、この高さですと外野フラぐらいはポーンと打てそうな感じの高さに来ております。ノーツリー、これはストライク。これは高い、明らかに投げた瞬間突っ抜けのようになる気がしないでしょう ね力はいっぱい余ってるはずですよ、はい、さてバッターボックスは中村です。これ宮本がね、はい、マウンドで自分で調子悪いというそういう自覚症状は全然ないピッチングじゃないですか。ないかもわかりますよ ね自分で分かんないかもわかんないです。思うは走ってるけども思うとこ行かないだけの話という。なるほど、これも高いです。しかしストライク3の成績です。4月の12日の横浜戦では駒田とブラックスに2本のホームランを浴びてノックアウトされております宮本、中6日を置きましての今日のマウンドですが、これも高い、非常にこの後苦しくなってくるケースだと思いますね。そうですね、まあ、序盤の4回の裏ですからいろんなケースが考えられますけれども、今トッカケヘッドのサインを見ました。ワンエンドワン、一塁へ牽制球です。内野は中間守備に戻りました。ゲッツーです。三遊間抜けた。これで3点目が入ります。だから今落合選手も随分疲れてるんだってことを言ってましたね。なんかと開幕のこの緊迫感というのはね、はい、一塁間どうでしょうか。もう決定的、1人ホームイン、2人目も3塁を回った、バックホームされますが、これはどうだ、スイッチ、ホームイン、さらに2点追加しました。まあ、出来のいいバッティングです。これでついに12安打、今シーズンの最多安打は12本ですので、それと並びました。先制のタイムリーを打ちましたこのバッターボックスが三村、ランナーまだ2塁にいます。これはアウトです。